まあ、良いところには位置していると思いますし、まあ、いよいよ大柄が本当に最終盤重要なところなんですね。はい、まあ、今日は試合開始前気温24度と甲府の笛が吹かれました。右にエンド、エンジのシャツがホームの鹿島アントラーズ、そして左から右へと攻めていきます。今日は広瀬から鈴木優馬、ワンタッチでというボール、コイルカータ、満田、そして左に少しベンカリハは流れていく、ね、さあ右に森島走っている、満田自分で持っていく、自分で行って今森島使う、森島から中尾、シュートだー、惜しくも左へ外れましたけども、あの角度から狙っていきました森島です。樋口まだキープ、そして常本へ、常本から鈴木優馬、鈴木優馬縦に持っていってのクロス、ファーサイドアルデル大輝、枠の左でした、クロスにファーでこのアルデル大輝、田村そのまま左に入ってます、はい、松本からエゼキエウへ、ここはキミンテをかわしたエゼキエウ、右の画面は空いていますが、まあ、そちらを使ってクロス、そしてショート来た、初ゴールになります。この局面打開がまずすごく惜しかったです。引きつけて引きつけて、ああドグラス・ビエラが一つ深い位置取りましたんで、まあ、そのクロスターがフリーな分ミサは影響されますから、はい、その分けたところに入ってきますね。ですから直接ボールには関与してませんけども、ドグラス・ビエラのアクションは最終的にここの場所を開けると、センターバックをどかす動かすっていうところにすごく貢献しましたね。まあ、後ろから運ぶのか、おそらくはまあ前に持っていこうだと思うんですけども、まだ時間はありますので、まだ徹底したいところですね。中身から満田シュート、ナイスキーパー、ターンのシュート早かったですね。鈴木優馬から土井へは届かない、ここは佐々木アカント、鈴木優馬の時、鈴木優馬前に持ち出す、鈴木優馬仕掛けでシュートが入っていく、決まった、試合を決定づけるゴールが決まりました。エゼキエウ95分2点目入りました、サンフレッチェ広島です。ちっちゃくまたいで下げさせた瞬間に右にずらして、はい、もう次の左足で踏み込んでコンパクトに振ってると、うん、もうキーパーの太田は多分見てないと思うんですけど、そしてここで長い笛が吹かれました。川村、さらにはエゼキエウ、途中出場の2人の得点。